毎日君を抱きしめてもどんなに強く抱きしめても 0.1 ミリの分が18年ぐらい俳優をその時ですかね、やってた状態だったんですけど、やっとご褒美が来たなと。福田組でハワイで長澤さんと一緒でなん中いっぱいですこれは何もね、ええ、いや本当ですし、もっと言ってしまえばこれ仕事ですから一応なんか書いてるな、もうおせえかハワイでの全編ハワイロケだったんで、ハワイに行ってからちょっとずっと浮かれちゃって、だってずっと笑ってたもんね。どんな感じですか？タイガ長澤さんは笑うとどんな感じなのかやってみてそんなんじゃないじゃん、もっとひどいのやってたじゃんちょっとマジ切れしてたよね。そう、泣いたんですよ泣かされたの？泣いてたね、なんか泣いてた、なんか泣いてたじゃん。車のシーンですよね。そうモノマネされすぎて、タイガーのね、そんななんかそうだそんなんじゃないやつでいやいや、それすごいみんなに聞かれるんですけど、あんまりいつもと一緒でしたよ。だからそこに逆に驚きました、うん、こんなに純愛ラブストーリーなのに全くいつもと一緒の演出をしておりました、うん、半ばずっとお笑い映画ですから何気にね、割とずっとお笑いだよね、途中はね。これでもなんか言ってましたよね、いつもと違うって。泣いてたことは、ね、泣いたとこは見たことないですよね。 3回ぐらい泣いたかな。ちょっと本当に切なくなって泣くみたいなのは、次郎さんで泣くことはなかったです。もういいよもうお前ちょっともう帰れ家にこれから映画見るんですか？これから、はい、ご覧になります。そうなんだ、はい。最後山田君が飛行機の中で泣くんですけどね。ああバカですか、バカですよなんで見る前って確認してわざわざそれ言うんだよバカかもうなんかこうストーリーが美しいので、もうどうしようかなって本当に悩んだんですけど、幸せなものとこう背中合わせのこう壊れやすいものみたいなのを描ければなと思って書いたつもりですけども、はいはい、あそうですね、正直になんかつまんない曲とか言っていいんですよ、そんな踊ったとかいらないんでなんかしょうもない曲だったとか全然。いや本当に普通だったら素直に喜ぶんですけど、やっぱ福田組なのでなこの題材でなんか書いてもらったのは本当にちょっと一回なんか一回損した気分ですねそうですね、笑って泣いて感動する、ラブストーリーができました。うん、構えず見てもらえれば純粋に楽しんでもらえると思いますし、すごい可愛いキャラクターに感情移入できて一緒になんか切なくなったりできるんじゃないかと思います。まっすぐ見てもらえればと思います。いつも本当に皆さんご存知のようにくだらない笑いのものをずっと撮り続けてきているので、試写とかを見た人にすごい面白かったですよって言われると、いや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 、あんなくだらないものをっていうのが僕の口癖なんですけど、今回面白かったですよって言われたらでしょーって言ってるんです。今回初めてちょっと自信あります。よろしくお願いします。